供述していることが分かりました。安倍元総理大臣は昨日午前11時30分ごろ、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で参議院選挙の応援演説を行っていたところ、男に銃で撃たれ、午後5時3分に病院で死亡が確認されました。警察は奈良県在住の元海上自衛隊隊員山上徹也容疑者を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しましたが、容疑を殺人に切り替えて動機などを調べています。捜査関係者によりますと、山上容疑者は警察の調べに対し、数ヶ月前から事件を計画していたと供述していることが分かりました。またある特定の宗教団体に恨みがあり、安倍元総理大臣はその宗教団体と関係があると思って狙ったという趣旨の供述もしているということです。また奈良県警は山上容疑者の自宅と実家を捜索し、自宅からは手製の銃のようなもの数丁や筒状のもの数個、さらにパソコンなど数十点、また実家からは書籍数冊と本人が書いたノート類を押収したということです。それでは都内にある安倍元総理大臣の自宅前から中継です。藤吉さん。はい、私は今東京渋谷区にある安倍元総理の自宅マンションの前にいます。普段は穏やかな雰囲気の住宅街ですが、現在マンション前の歩道には規制線が張られ、海外メディアを含めた多くの報道陣が待機しています。家の前では 3,4 人の警察官が警備をしている様子ですが、現在人の出入りはありません。安倍元総理のご遺体を乗せたとみられる車は午前6時前に奈良県内の病院を出発し、こちらに向かっているとみられます。岸田総理周辺によりますと、岸田総理大臣は今日弔問に訪れることを検討しているということです。以上、中継でした。